ゴータゴー2421943年、イタリアのグロスセートにて、ゴータゴー242は、第二次世界大戦中に、ドイツ空軍で使用された、輸送軍用グライダーである。ゴー242は、ドイツ航空省の DFS-230 を代替する、重輸送グライダーの要求に応じて、アルベルト・カルカートにより設計された。このグライダーの要求仕様は、 完全装備の20名の兵員か、それと同等の貨物を搭載できる機体という、ものであった。g o 2 4には、単純な箱型断面の交換フレーム構造を、ハフで覆った胴体で、高翼配置の主翼に水平尾翼で繋がれた2本の、ブームを持っていた。飛行特性は、DFS230 よりかなり優れていた。貨物機用グライダーは、貧自付の後部胴体で、 キューベルワーゲンのような小型車両や、それと同じくらいの寸法と重量の貨物が乗せられる、よう、ローディングランプを備えていた。g o 2 4には、カカ十字の離陸のために、ロケット補助装置がテストされた。貨物室後部に4機の 48kg、ラインメタル射精109から502離陸ロケットが、装着された。2番目のロケットは、R 装置、と呼ばれる。 ハインケル社製の液体燃料、ロケットエンジン RI-203 で、胴体量側面の主翼化に装着された。使用済みのロケットは、再利用できるように離陸後に、パラシュートで投下された。1941年に2機の試作機が飛行し、すぐに量産に入った。総計1528機が製造され、そのうちの133機が 700HP のグノーム。 ローム2機をテールブームの前方延長部に搭載した g 百2 4 4に換装された。東部戦線での g 百2 4二収益した g 百2 4二はハインケル HE111 やユンカース1 5十2に栄光されて離陸し、必要に応じてラト装置が取り付けられた。g 百2 4 2の多くは地中海やエーゲ海で運用された。何機かの g 百四十二は 水上に着水できるように飛行艇型の停体を持った 5242C マイナスとして製造された。この方は 1200kg の作薬を停体の間に喧架した小型の総動線形強襲ボートを搭載することを想定していた。想定された作戦の概要は操縦士が敵艦の近くに着水し強襲ボートに乗り換えて高速で 敵艦に接近し、照準をつけた後で飛び降りるというものであった。機内の兵士たちドイツ技術博物館で展示されている、5242の骨組み。ありがとうございます。